キリアートライフの良平です。今回は100均のキャンプ道具とか、あと300円均一のキャンプ道具をもうザザーと説明していきたいと思いますので、皆さんもしよかったら最後までご視聴いただければ嬉しいと思います。では行ってみましょう。はい、まず1つ目、こちらはダイソーさんのヒノキ焚き付け剤。こちらはあのヒノキの焚き付け剤で火をつけるときに使います。まあ、別に割り箸でもいいと思います。次、はい、次これは固めてポン、ダイソーさんの110円の商品になります。これは麺の残ったスープとかを固めてくれる最高のアイテムで、めちゃくちゃ使えます。よくねラーメンとか食べる方、そういった方はこれ持ち歩いた方がいいです。じゃあ次はこちらですね。これはダイソーさん150円の商品で、アルミ製の親子鍋っていうことで、まあ、あの親子丼とか作るときに使う鍋なんですけど、実はここの付け根をぐっと曲げるとこれ焚き火フライパンになります。はい、次の商品はこちら、キャットハンモック200円ということで、ペットとキャンプに行く方におすすめの商品で、4つペグを立ててそれをここで引っ掛ければ、なんとペット用のハンモックになります。めちゃくちゃ便利です。はい、次はこちらの抗菌使い分けできるミニまな板3枚入りということで、なんと110円で3枚も入っているダイソーさんの110円の商品になります。これ薄くて軽くて小さくてめちゃくちゃ使えるので、気になった方は買ってみてください。次の商品はこちらです。ダイソーさんのレザー調小銭入れボタンタイプ A ということで、これ何種類かカラーあるんですけども、意外に本物の革みたいな雰囲気で、キャンプで小銭とかお金を持ち歩くにはコンパクトで非常にいいです。僕も愛用しています。じゃあ次。お次の商品はダイソーさんの330円の商品になるんですが、暖かい裏起毛タイツということで、僕は今までワークマンのタイツとかユニクロのタイツとかいろんなところのタイツを履いてきましたが、こちらの100均のタイツ、暖かさはあるんですが耐久性はありません。はい、じゃあ次、こちらはダイソーさん550円の商品で、折りたたみ式 PC タブレットスタンドということで、これは今リモートワークが必要な世の中ですが、キャンプに行った時も仕事やメール確認したい、そういった時にこのタブレット、ノートパソコン、スタンド、これめちゃくちゃ使えます。キャンプでは結構床が汚れてたりテーブル汚れてたりすることがあるんですけど、これさえあればパソコンやタブレット汚れずに作業することが可能です。では次はこちらメディスンバッグ、これはダイソーさん330円の商品になります。一見これはなんか救急セットとか入ってそうだなと思いきや、メスティン、ラージメスティンが入ります。こんなの誰が使うんだよって最初思うんですけど、意外に使ってみたら便利です。焚き火でメスティン使う方は汚れたメスティンそのまま入るので、使ってみたら意外にハマるかもしれません。お次の商品はこちら、折りたたみキャリー550円ダイソーさんの商品になります。耐荷重は 20kg まで、釣りとかキャンプに重い荷物を持っていくときにはもうこれがあったら最高。だいたいホームセンターとかでは1000円とかで売ってるんですけど、これは550円なのでめちゃくちゃ安いです。トーキャンパーや釣り師には最高のアイテム、安いからめちゃくちゃチャッチンだろうと思ってたらかなり使えます。お次はダイソーさん110円の商品、バーベキュー用着火剤。こちら結構見落としがちなんですが、バーベキューだけじゃなくて焚き火を着火するときにもめちゃくちゃ使えます。軽量コンパクトでガスもバーナーもいらない着火剤としてはもう最高のアイテムだと思います。お次はダイソーさん330円の商品、人の動きを感知して点灯センサーライト。これは人感センサーがついているので、暗い夜誰かがテントに近づいてきた時にパッと光を照らしたり、トイレに起き上がった時に足元を照らしてくれるので、実はものすごい便利、使ってみると癖になるかも。お次はキャンドゥさんのバーナーパッド、こちら110円の商品になります。今日本で売られているバーナーパッドの中では最安ではないでしょうか。バーナーパッドが必要な方はもうキャンドゥさんのこれで決まり。お次はキャンドゥさんの電動シェーバー550円の商品です。これ電池で動くんですけど、全然使えないかと思ったら実は結構使える、すごいやつ。旅に出ても身だしなみを整えたい方は電動シェーバーがあるとすごく便利です。ただひげの濃い方はちょっと青ひげになるかもしれないので注意しましょう。次はキャンドゥさんの550円の商品、5000ミリアンペアアワーの急速充電のできるモバイルバッテリー。こちらの出力は 2.1 アンペア、接続端子は USB の A タイプと C タイプと、充電入力に関してはマイクロ USB という形になっています。軽くて小型でスマホ1台を充電するには十分の容量かなと思います。正直ちょっとお出かけするときに最高の充電器なので、めちゃくちゃ個人的に使ってます。次はキャンドゥさんの330円の商品、ランタン&懐中電灯になる超コンパクトな LED ランタン。こちら収納式なので本当に持ち運びに便利、ただ明るさがそれほど明るくないので、ランタンはちゃんとしたのを買った方がいいかなと正直思います。
ミニブロー、イージー&ライト、火起こしなど便利な手動送風機っていうことで、こちらはバーベキューで火起こしにするときにうちわがいらないよっていう商品なんですけど、ぶっちゃけいらないよねっていうところと、使ってたらすぐ壊れます。風量はというとめちゃくちゃすごいらしいです、福さんが言ってました。次、お次もキャンドゥさんの550円の商品になります。電動バリカン、まさかのキャンプやアウトドアでバリカンができる時代が来ました。ただ散らばった髪の毛は絶対にキャンプスペースや地面に落として帰ってこないでください。テントの中で自分で髪を切ってみるっていうのもすっきりしていいと思います。長くいろんなところを旅で回る方は床屋台を浮かすのに一役買ってくれるアイテムかなと思います。次、はい、お次はキャンドゥさん550円の商品で、センサーライト、暗くなればパッとセンサーでつくと人感感知のセンサーがついていますので、こちらも防犯上にいいかな。ただこちらは色が真っ白でちょっとアウトドアには不向きかなと思います。ダイソーさんの方がコンパクトでアウトドアには向いているかもしれません。次、お次もキャンドゥさんの商品で、こちらはメスティンケースになります。黒と白でシンプルな感じがとてもかっこいいです。メスティンは炭で使うとかなりすすがついたりするので、そういった意味でもこういった袋に入っていれば他のものに汚れがつかなくて安心です。次、お次はキャンドゥさんの550円の商品、ミニタープ 200×150cm ということで、シェードのようにベランダにも使える、これタープと言ってるんですけど正直小さくて全然使えません。次、お次はセリアさん110円の商品、直径7センチパン。お次はセリアさん110円の商品、直径12センチパン。お次はセリアさんの110円の商品、シリコンゴムのパン。お次はセリアさん110円の商品、シェラカップカバーっていうことで、この中にはめちゃくちゃシェラカップのセットとかを入れておくことができる便利なカバーになります。シェラカップをキャンプに持っていく方だったらこちらのカバー絶対持っていった方がいいです。チャックもダブルジッパー。次、お次の商品は3COINS、通称スリコ、550円の商品になります。最近防災意識が高まって防災商品がすごく出てきました。で、その中でも防災用マルチシート、グランドシートやタープ、目隠しなどにも使えるマルチシート、しかも防水機能ありということで楽しみにしてるんですが、なんとサイズが 140cm×143cm、 ちょっと小さい、これでは横になったりすることができません。ただみんなで肩を寄せ合って座ったりするには十分です。でも550円なら別のでいいかな。次、はい、お次の商品も同じくスリコの商品、価格は800円、こちらも防災グッズになります。バルブを開けるだけで自動的に空気が入る空気弁付きクッションです。実際に使ってみたんですが、いや非常によくできた商品、ただ3COINS の商品なぜかね、縫製がちょっと甘い部分があるかなという感じ。そして800円出してこれだけの大きさで膨らむ時間を待ってるんだったら、ダイソー、セリア、キャンドゥのクッションなんかは110円で買えるし十分クッション性があって、これは800円でなんかすごそうなんだけど、まあ、大きいしちょっと邪魔かなっていう印象。次、はい、お次の商品はこちら 3COINS の防災エマージェンシーシート、800円の商品になります。これはめちゃくちゃ素晴らしい、見通しの悪い場所でも目立つ国際救難色のオレンジ色を採用しているということと、生地が結構厚いんですよね。だから100均とかで売られているこういうエマージェンシーシートとは全然わけが違います。使い方も簡単だし、簡易寝袋としても使えたりブランケットとしても使えると、一家に一個あっていいかもしれません。次、お次も 3COINS さんで300円の商品になります。こちらは折りたたみキッチンラック、僕はなんだかんだ棚の動画を何回か紹介してるんですけど、今までダイソーさんで販売されていた220円の棚がなんと販売終了しているという噂を聞いたので、いろいろ探した結果こちらの330円の棚に行き着きました。こちらはダイソーさん220円の棚よりも少々大きくなっているんですが、もしあの形が好きな方はこちらを試してみる価値もあるかもしれません。次、はい、お次はスリーピーというダイソーの姉妹店、300円均一の商品になります。こちらもミニキッチンシェルフということで、もうほぼ似た商品になるんですが、スリーコインズさんのものよりは組み立て時のサイズは小さく、収納時のサイズはちょっと大きいというそんな商品になっています。なんかいろいろ棚を探してたらこれも見つけました。でもこれはちょっと大きいんで買う必要はなさそうです。はいはい、というわけで今回は100均商品だけではなくて300均商品も紹介させていただきました。この中でね、使えるもの使えないもの当然あります。それは人によっても違うし、材料として使う人もいるので、もう気になった商品あった方はもうまず足を運んでみましょうということです。はい、というわけで今回の動画は以上となります。もしこの動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録いただくと嬉しく思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画からライブ配信でお会いしましょう。したけ、やべ、時間、やばいやばい。